こんにちは、渡辺です。こんにちは、池田しおりです。今日はですね、どうする今日はい、今日は大人っぽいハーフアップアレンジをやっていきます。です。はい、ということで、どんな感じの方でおすすめかな。ハーフアップが、苦手な方とか、家族苦手な方ね、バランスを取るのがちょっと苦手な方、難しい方におすすめのアレンジになっています。なるほど、はい、大人っぽい感じの雰囲気やな、今日は。はい、もう今日はそれがテーマです。じゃあ、いつも大人っぽく決まらない方ね、子供っぽくなってしまう方だったりとか、オフィスだったりとかお仕事で使いたい方におすすめの方法なんで、ぜひ参考にしてみてください。はい、では動画スタート。ポップの髪の毛をまず手ぐしで後ろにとかします。手ぐしをしたらこのぐらいの量を取ります。26ミリのコテでさっきの髪の毛を後ろからコテを押し上げる感じでボリュームを出していきます。少し根元に立ち上がりが出たら OK です。顔周りの髪の毛を 2,3 センチ幅で取り、コテで外巻きに巻いていきます。手ぐしでとかします。反対側も 2,3 センチ幅で取り、同様に巻いていきます。手ぐしで溶かします。顔周りの髪の毛を1センチ幅で取っておきます。ポップの髪の毛を後ろに手ぐしで溶かして、耳あたりの位置でだいたい3分の2ぐらい、上が多めで下が少なめで取ります。耳の高さでお団子になるように結びます。表面を5箇所ほぐしていきます。取る幅はだいたい3ミリ幅で丁寧に取っていきます。お団子を縦に2箇所ほぐします。お団子の毛先の部分をこのぐらい取り、ゴムに巻きつけます。毛先は下にくるように持っておきます。上からゴムで挟みます。スプレーワックスを全体に振ります。軽くなじませます。耳が出ていると思うので髪の毛を少し下ろして耳にハブしたら完成です。はい、こんな感じで終わりましたね。はい、結構いい感じに仕上がったと思うんですけど、今日のポイントはどうですか。はい、今日のポイントは、まず、このトップの部分をしっかりコテで前に押し付けながらボリュームを出すことで、やっぱこう綺麗な形に見えますし、ほぐす時もなんかいい感じにバランスが取れると思います、なるほど、はい、はい、あとお団子を結んだ位置なんですけど、今日耳ラインぐらいで結んでるんですけど、あんまり高すぎない方が大人っぽく見えると思いますので、それもかなりポイントになります。なるほど、はい、なので皆さん、いつもハーフアップがうまくいかない方、ぜひこの方法でお試しください。それではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。